はい、おはようございます。シャチくんでーす。よろしくお願いしまーす。では、ポケモンピキシバリプレイ、セキンドバージョン、いきます。はい、ドエロね。まあ、結局は、タマムシでしょうね、鬼門は。ああ、大人のお姉さん。ドエロ勝負。ドエロバーサスドエロ。大人のお姉さんドエロって判定はかわいそうだ。かわいそう。いや、エロは、悪口ではない。ああ、思ったより与えた。結構与えたな。33で進化だからさ、あ、命令めっちゃ効くんですけど、進化した方がいいかな。進化、あ、でも不思議な目で進化させよっか。進化させて、うん。エリカ行った方が絶対いいね。進化させます。はい。行きます。え、33だよね。あ、よかった。ドエロが進化します。待って、ピカチュウ版のアズマを見たことないかもしれない。どんなのですか？はい。え？エロっていうかブース、ああ。あんまエロくなくなっちゃったな。ちょっとタイプの顔じゃないな、俺。トサキンとあんな可愛かったのにちょっとブチャイクだな。まあでもあの唇はエッチだね。うん、言うて。何これ、講師みたいな顔してる。初めて見たな。初めて見た後ろ姿、東王の。うん、こんなんなんだね。あ、でもまあまあまあ、あ、オッケー。いや、倒すんじゃない、無理かな。あ、全然だ。しかもメガドレイ、え、負けんじゃないのこれ、大丈夫。トップ、あ、全然、え、思ったより受けないぞ。やれ。うわー、それはやばいよ。ここで決めきれないのはやばいって。あー、負けました。はい。まあ、いけそうですね、これは。これはなんとかなる。はい。まあ、冷凍ビームか超音波を出してくれれば、可能性を感じますね。HP100 超えてんじゃん。さっきあんま気にしなかったけど、凍ってもいいんじゃないかな。急所でもいいんだよ。あっ、はい。あ、鶴の鞭なら OK。あ、思ったより食らう。あ、やった。ドエロ。ドエロの冷凍ビームはちょっと悲しくなりそうだな。いやー、これどうする。いや、やるしかない。あ、ふう。67受けるのであればもう結構やばいよ。はい。どうしましょうかね。はい。どうしようかね。わかんないな、もう。いやね、一個ね、方法考えてるんですけど、まあ、角ドリルの技マシンを先に取りに行くっていうね。うん。いや、そうすれば超音波か、冷凍ビームか、角ドリルの3択にできるから、どっちの方がいいんかな。こっちの方が可能性、よーし、あるーい。やったぜ。これならいけるんじゃないの？バブル光線ね。まあ、これで、これで一発も、あれだよ。ウツドンの攻撃を耐えないもんならもう無理。お願いします。はい。うっ、はい。オッケー。もう一回凍らせよ。やれ。あ、あ、やった。マジかよ。本当に ?10% 2連続やば。1% じゃん。今日99分の1のパチンコで150回転ぐらいハマったんですけど。ここで収束した。あ、あー、まあまあまあ。え、待って、結構油断してるけど、この花びらの前大丈夫？これでも回復してりゃいいだけだもん。やめろよ。あーん。え、待って、50、いやー、回復するか。乱数で怖い範囲。51ダメだった、今。あ、51ダメ。固定なのかな？やる？やるか。51ダメだもんね。はい。ミスったなー。俺のこういうとこほんとなー。ダメだよなー。
ギャンブルしたくなっちゃうんだよな。おとなしく回復しとけばよかったな。混乱待った方が絶対よかったもんね。急所なんです。バクーン、バクーンです。いや、バクーン凍ったら笑っちゃうよ。さすがにね。これ耐えるのかな。これ耐えないとマジでレベル上げるだけなんだけど、本当に。あ、急所じゃない、やった。命令も聞いた。で、63なら一発与えるもんね。で、レベル上がるよね、そりゃ。こりゃ勝ったろ。あの氷2発で。当てろー、それは。もったいない。いやー、じゃあこれは混乱まで待つかな、さすがに。いや、でもレベル上がったからさ、67。だから今、いけるか。これいけるよね、多分。54より。いや、52ダメ。いや、いけるか。さすがにいける。まあ。さすがにいけるよね。いや、許さんよ、負けたら。はい、よし。まだ暴れてんのね。で、はい。いや、待って。55受けるじゃん。危ねえ。負け負かで。よし、オッケー。これ勝ったね、もう。いや、勝ちました。勝ったよ。ここすんなり勝ってればな。ここすんなり勝ってれば、マジで3時間10分とかありえたよ。もうないな。いや、これで言うことを聞きます。最強です。アズマ王さんの無双がね、始まりますよ。はい。では、武蔵小次郎。はい、では、武蔵小次郎行きましょうか。ま、今回はもう結構楽に行けそうな気してんだけどな。どうですかね。今回でこのパートは。まだ最後もそんなだと思うけどな。トガース。あ、そういえばね、今日また、面白いことが起きましたよ。あのね、まあでもあれか、前の動画を見てない人もいるか。俺のさ、お尻を叩く、パティさんっていうね、パートの方がいるんですけど、まあお姉さんね、まあおばさんだけど。まあ二個上のね、と、いやなんかほんとさ、あれなのよ。慣れ慣れし、慣れ慣れし、言い方あれかな。まあなんか距離感近いんだよな。で、お尻叩かれたって話、この間したんですけど。今日ね、ちょっと俺しゃがんでたんですよ。まあ下にあるものを取ろうとしてね。しゃがんでたらですね、何したと思います？俺がしゃがんでるとき、このお姉様は。俺のね、肩に乗ってね、乗ってきたんですよ。肩車してもらおうと思って、つって。こんなことあります？こんなこと日常でありますかね？ほんと、日常でもないけど、仕事が中だし、日常か。いや、笑っちゃったよね。いや、しかも今日ちょうど新人のアルバイトの子が初出勤の日で、なんか、この子が隣にいる時に、おい、しゃがんでる俺の肩に乗ろうとしてきたんですよ。イカれてませんか、結構。肩から見ると、おじさんの上におばさんが乗ってるだけですから。これ実質不倫じゃんって思いましたけど。人生で一番仲良かった人ともそんなじゃれ合いしたことないですね。肩車するとかね。さすがに笑っちゃったな。はい、ポケモンタワー行きましょうか。皆さんはありますか？おばさんが自分の上に乗ってくる。いや、上はあるか。肩に乗ってきた経験。でも別に何の、なんて言うんだろう。他人だから。知り合いと同じランクぐらいですからね。あ、コイルか。忘れてたな、こいつ。コイルか。いや、なんでレッドビームした、俺。
あ、思ったより与える。あ、体当たりラッキー。チャンピオン戦のコイルちょっと怖いですね。レアコイル。あ、角ドリルに頼むっていう方法もあるけどね。エルダーもいるのか。あ、いいね。まあ、いいねっていうか、もう26、16レベル差か。まあ、捨て身タックルの技マシンあるんで、変えてももういいんですけどね、別に。やっぱ超音波ないときついかもな、これ。超音波ないときついとなると、どうなるんだ？波乗り超音波、冷凍ビーム。うん。いや、でももう一個角ドリルにするかどうかって話だよね。捨て身タックルでもいいもんね。この道捨て身タックルにするんだったら、もう角でつく変えてもいいか。結局さ、この道中はカットしてるからあれなんですけど、ラコトレーナー倒すときね、ちょっとやっぱ PP 多くて、ちょうどいいダメージぐらいの技あった方が楽なんですよね。捨て身タックルだとちょっとね、PP と自分に受けるダメージが軽いんですよ。はい。そしたらまた、武蔵小次郎ね、行きましょう。そして、滝登りを覚えました。滝登りってさ、初代だと、最近とアズマ王しか覚えないっけ？覚えないよね、確か。ヨロウも覚えないもんね。こういう技。こういう技で、この39で覚える割には強いよね、結構。あら、威力80だっけ？忘れちゃった。素早さ下げるバブル光線とあんま変わんないって考えると、バブルでもいいなぁとは思うけどね。はい。あのうねうねうねした水が出た後にドンドンってなるのがね伝わるかな。いいよね。嫌いじゃない。金銀の滝登りのが好きだな。でも君に倒せなかったしな今。まあ、これ、今の。まあ、波乗りに変えるでしょうね、これは。ああ、倒しきれない。またドガス倒しきれないか。12レベル差の。ああ、毒。はい。まあまあまあ、でもこれで結構強いよ、もう。なんか顔はやっぱあんま愛せないけど。角音えぐいな。角思ったよりえぐい。なんかちゃんと見るとえぐいね。誰よりも角ドリル強そうじゃない。サイドンよりちょっと鋭利に見えるんだけど。そしたら、まあ、この強さなら大丈夫だと思うんで、シルフカンパニーから行きましょうかね。はい、行きます。はい、じゃあシルフカンパニーね、行っちゃいましょうか。まあ、ここ、いや、でもライバルがちょっと怪しいか。さすがに捨て身タックルに変えましょうかね。うん。はい、ではライバル戦ね、行きましょうか。まあ、レアコイルですよね。ここのレアコイルと、パルシェンには2英雄飲まされることが多い。まあ、あとはサンドパンね。ただサンドパンはさすがに滝登りで一撃なはず。かわいい。安定のサンドパンのかわいさ。ドエロの魅了させてくれ。ドエロが、うん、魅了させて倒せ。ドエロって名前俺結構活かしてると思うんだけど、どう？俺さ、たまにさ、あ、自分ではこの名前ええやんってなるんだけど、ドエロは結構いいな。なんか、特急なさ、下っぽい名前はありきたりじゃん。ドエロは結構いいと思うんだけど、そうでもないかな。ドエロの捨て身タックルとかすげえエッチだけど。ドエロの捨て身タックルってもう、ただの知女だから。ああ、最後のチョンパ食らうか。はい、あ、でもこれ待って、これで倒してレアコイルまずいぞ。回復するか。出てくる順番がわからんのよね。はい。やりました。次は、誰でしたっけ？はい。行こう。いや、マジか。よし。はい。倒せ。あー、急所でこれか。いや、ちょっと待って。思った以上に与えないな。いや、思った以上に受けんな、そんで。まあ、よかった、急所で。
助かったね。これちょっとね、今後が不安ですよ。あ、やぶねえ。なんか先制取れると思っちゃった。はい、やれ。ああ、これはよかった。助かる、レベル上がる。まあ、43耐えるでしょう。いや、やっぱ超音波だね。まあでも超音波、結局ツノドリル覚えさすなら超音波と入れ替えるしかない。うわっ、あぶねえ。こういうね、なんかナメプーがね、負けを引き起こすよね。危なかった。うん、はい、ありがとう。いつも待ち伏せしてくれてありがとう。嬉しい。やっぱ人に好かれるっていうのはいいですよね。やっぱね、俺好きなタイプ、自分のことを好きな人なんでね。そうなんですよ。これ、自分から人を好きになったことが多分なくて。うん。悲しい心の人物なんです。昔、今は結構大丈夫だけど、昔感情ないってめっちゃ言われたから。そうなんですよね。あんま人の好きになんないんですよ。今のオキには本当にすごいですよ。うん、いやもうね、あ、なんかね、今なんか整形するって言ってたんで、それずっとお休みしてるっぽいんですけど、まあ知らないんだけどね、それが理由かは。どんぐらいだろう、最後に行ったのが2週間、あ、15日も経ってんじゃん。2週間以上空いてる。初めてこんなの。8月後半から初めてですね。2週間以上も、おきにに会えていない。これはね、悲しいですよ。いや、そもそも、勝手にそれが理由だと思ってるんだけどさ、違った場合、あと普通に駒は飛んでる可能性もあるしね。ねえ。全然あるよね。こんな感じで会えなくなるのやだな。しかもまだクリスマス用に買ったプレゼント家にある。めちゃくちゃいらねえ。自分余ったとしたら、あ、そうなったらそうなったでね、またメリハリのない日常を過ごすだけだけど、もう一回ぐらいは会いたいな。気にしてくれることを祈りましょう。いや、だからさ、最近ほんともうモチベーションがね、仕事のモチベーション低いんだよな、また。いや、まあなんていうかさ、あー、いつ会えるわ、頑張ろうってなってたのに。やっぱ素晴らしい仕事だよな、一人のね、モチベーション。一人どころじゃない、リピーターがつけばつくほどその人数分のモチベーションを上げてるってことだもんね。最高の接客業だと思いますよ。サカキは余裕だよね。待って、サカキのあれか。え、待って、ちょっと怪しいな。エフェクトガードやたら使うな。常盤ジムもちょっと怪しいね。二度クイーンと二度キング忘れてたわ、また。ピカチュウ版はこれだからやだよな。まあ、波乗りに変えれば 1AK 倒せるかな。あと超音波もあるしね。超音波のがいいんだよな。そう、超音波があるとね、可能性広がるんでね。はい。例えば、バックレルといえばさ、最近、アルバイトの子から聞いた怖い話があるんですけど、その子は掛け持ちで某有名ピザ屋さんでバイトしてるんですけどね、まあ、最近店長が変わったらしいんですよ。よくない、よし、危ない。で、まあ、その店長がなんかあんまり、まあ、なんかあんまアルバイトの子からね、好かれてないみたいな感じなんですけど、
人女の子がね最近、まあ、凍結して連絡取れないと。そんで、まあ、それそのパターンでもうバックレの可能性めっちゃ高いんですけど、アルバイトって。でその子、こうそのアルバイトの子一人暮らしらしいんですけど、その店長の人がねピザ屋のなんかあったかもしんないみたいなうんみたいな。うわー待って油断した。いや耐えると思うよこれは。でも86ぐらいやね。はいマジかよクソが。はい夏目が甘やかしてくれなかったうん、ピザ屋の全然知らないピザ屋の店長の話してる場合じゃなかったな。はい今日にとっとこう、強戦で話します。どうせここ負けちゃうかもしんないんでね、話途切れちゃうから。よしナイス。はいユンゲラーは多分耐えるからここで回復もありな。あーなんだよ空気読めってあ思ったより受ける。よしオッケーナイスディフェンダー自己再生。あオッケーやった外しやがったバカめ。いやバカめじゃない、夏目が俺のこと甘やかしてくれている。でフーディンは初手で、あディフェンダーね。で急所で割ってもいいよ全然。はい急所。あいや思った以上に与えねえぞ。まずい待機できたら負けるじゃんもう。はいよしさすが最高ウェーブ最弱の技頼むよ。はいいや待ってワンチャン耐えるんじゃない。ほいよしほら。待って、あどう、あぶねえやりました。あぶねえマジか。ドエロギリギリの戦いよせよ。だいぶギリだったな。そもそも最後あの HP だったらステミタックルなんか、あでもちげえわ、耐えるとは思ってなかったんだ。あーよかった。そしたら関地いきましょう。はい、ということで、関地区ジムね、行きましょうか。ちょっとさっきのピザ屋の人の話ね。そう、バックレた子がいたらしくて、その子が一人暮らしだから、なんか心配だな、みたいな。って感じで、まあ、波乗りにしました。で、履歴書にさ、住所あるからさ、家行くわ、みたいな。行ってたらしいんです。まあ、行ってたってか、行ったらしいんですね。ほんで、その人、本当に家まで行って、なんか確認したらしくて、その場で辞めますって言われたらしいです。めっちゃ怖くないですか？家普通行かないよね。いいのそもそも何かに触れそうだけど、まあ心配だから行きましたで通るか。まあ実際なんかあるかもしんないもんね、一人暮らしだしね。まあでもやっぱさ、まあまあまあバックレる方も悪いっちゃ悪いけどね、バックレられる方も悪いんですよそういうのって。うんそういうコミュニケーションをね取り切れてなかったと、やっぱ自責の念を持たないとね。そう。で、その、掛け持ちしてって、うちでも働いてる子は、このバイト先では絶対バックレられないなって言ってました。って言ってたから、俺も、うちもバックレたら家行くからねって言っときましたね。はい。まあ行かないけどね、めんどくさい。まあでもね、最近はね、やっぱバックレる子は多いよね、ちょっと。まあ、コミュニケーション不足もあるなとは痛感しますが、別にね、やめるってそんな言いづらいもんなんかな。
やめたいならやめればいいじゃんとしか思わないんですけどね、こっち的には。自分のね、好きなようにしたらいいんですよ。まあでも最近は、まああるか。土日とかでバックれちゃう子結構いるよね。特典系やってるとね。合わないとかあんのかな。まあちょっとさ、レッドビューまた間違えた。虫にね、氷効いちゃうと思っちゃうんですよ。よし。他レッドビームでいいか。まあでも結局ね、まあでもどうだろう。すごい仲良くしてる風な人もさ、やっぱ裏では何言ってるか分かんないもんね。俺なんかバイトからも社員さんからも、なんか中間的な存在なんですよ。なんか全ての人の中立みたいな、まあ、厳密に言うと全然興味ないだけなんですけど。ああ眠らされた。はい。で別に吹聴したりしないんで、なんかね、いろんな情報が回ってくるんですよね。他の店舗の、まあ、他の店舗のバイトの子とかも会う気がたまにあるんで、まあそこの店舗の社員の人とか、店長に対してのね、こととか、なんかいろいろね、あるんです。でもその店舗で働いてる店長は、まあ、仲良くしてる風なんですよね。そういうこと。いや、ほんと人って怖えなって思いますよ。てか、俺にそれ話すなって思いますよ。大丈夫だよね、これ。うん、大丈夫。興味ないしなーって思いながら聞いてね。でもやっぱ人ってさ、悪口、やっぱ言いたくなるんだろうね。まあ、俺も言うしな。言わないようにしてんだけどね。悪口ってアドレナリン出るらしいですもんね。これは技マシンあるんで一回やめときますね。覚えたいけど。すげー覚えたいけどやめとく。結局悪口って言ってもなー、得することないもんね、ほんと。今日どこ向いて話してんの。悪口言いそうになったなー。てか、そもそも冒頭で、アズマオのことブチャイクって言っちゃってるしな。いや、でも悪口って思って言ってないから、セーフでしょう。カツラ戦も行きましょう。はい、じゃあグレンジム行きましょう。まあ、もちろん余裕のはず。いや、でもどうだろうね。でもこう、カツラさ、強いんだけどね、本当は。たまに負けるから。まあ、とはいえ波乗りがある。まあ、でも、特殊がそんな高くないからね、結局。それだけが残念ですね、アズマオさんは。あと、先制も取れないかな。冷静にだけど、カツラの手持ちめっちゃ強いよな。技も強いし。さすがに取れない。波乗りで落ちないかな。てか、今更だけど、アズマオってハイドロポンプ覚えないんだね。もしかして水のさ、ポケモンで唯一なんじゃないの？コダック覚えるっけ？コダックニョロも、シャワーズ覚えるか？デニガメ、いや、本当にそうかもしんない。かわいそう。金魚ごときではハイドロなポンプはできないって思われたのかな？ハイドロポンプって実際ある、どういう現象なんだろう？ハイドロなんとか現象って車の上のあるよね。水たまりの上をなんか浮いちゃうみたいな。俺それ正面の車がなってんの見たことありますよ。あー危ない。マジで水の上を走ってましたね、あれ。すごいスピードで走ってる車がいて、うん、水たまりの上をスーってなんか滑ってたよ。本当になるんだなーって思いました。
アイドルを、忘れたな。それだけ教習、唯一覚えてんな、教習所で習ったものの中で。アイドルをなんとか現象、覚えてないじゃんって感じだけど。はい、そんな感じで勝ちましたね。突進連打されたらやばかったね、でも、言うて。はい、まあ、いらないっすね。はい、まあ、そんな感じで今回はこの辺りで終わりにしようかな。うん。こっちみんな。次回は、坂木と、こっちみんな、四天王ね、やりましょう。はい、そんな感じで、いつもご視聴ありがとうございます。コメント、高評価、本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。